今回は、弾丸論破のキャラ人気投票、結果がとんでもないことになってしまう、に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。いや、ほぼ予想通り。桃田作ってくさ。狛江第1位はそらそうやろなとしか思えんな。ゴンタ最下位か本編本当いいところなかったもんな。現在もおるからゴンタはそいつらより上やで。確かに30人じゃ人数足りんな。Y の茶柱テンコちゃんが入ってないやん。Y の朝比奈ちゃんがおらんやんけ。江ノ島がダントツ人気じゃなかったっけ。イルマまあまあ人気なんくさげひんすぎるやろ。なんじゃ、のリリアルに持ち込んどるみたいなもんやん。日本舞踊の子おらんやん、人気ないのか。ナナミの処刑シーンほんと悲しかったわ。今思い出しても泣ける。ギリギリ1位ナナミ、ミツミキさん、伊藤や Y のランキング。Y の藤木ちゃんがランクインしててにっこり。マジでなんでみんな天候評価戦の野道考えても、ブサンどころかシリーズ通して一番可愛いやろ。そいつ男にひどいこと言うじゃん。お前のことも嫌ってるぞ。なんだかんだ主人公とは普通に話せてたやろ。 Y はラスト含めて V3 が一番好き。キーボくんどうして。所詮ロボに人の心なんてわからないからね。ロボ差別やめてください。アンジーとかいうヤバいやつ嫌い。アンジー待つ犯人が後ろから鉄球ぶつけただけだぞ。他の場所で殺して水槽に運んだだけだぞ。アンジーの髪とかいうキーボの内なる声以上のチート性能なお理解されん模様。あれ絶対に怪力浴びたはずなのに誰も指摘しなくて泣いた。トガミ不人気すぎるやろ。 CV 石田明の御曹司で生き残ったのに。トガミが人気ないってマジかよ。イケメン、ネタキャラ、知的クール人気要素しかないやろ。あいつ嫌われている様子なさそうなのに、まあこれという見せ場や活躍なかったからか。有能路線で言っても狛江田が強すぎる。トガミはむしろネタキャラやろ。強制シャットダウンのインパクトが強すぎる。セレスちゃん割と上位で安心したわ。1主人公苗木162、主人公日向179、3主人公西原172、そや携帯主人公の日向が一番人気よ。カムクラって日向だっけ、うろ覚えや。西原171やぞ。狛江田は男の人気投票オンリーでも1位になれるポテンシャルあるやろ。多分一番不人気はフミダイ。メカミ大好き。ハムスターで背中こじ開けたトリック大嫌い。一番無理あるトリックやわ。結局キリギリさんより可愛い子出てこなかったよな。春巻き初めてだったんだよ。誰かを好きになるの。なんでこいつこんな人気ないんや。そら主人公以外を好きになるような女キャラは下がるで。いくら嫌いな相手殺したいと言っても仲間もろとも道連れにしようとしたからやぞ。桃田は仲たがいした後名字で呼んでくるからクソ演出すぎやろこいつ。こいつが生き残って何ができんねん。オウム偶然説とかいう謎ゴンタ騙したのは許さん。V3 は弾丸論破は開発が弾丸論破を一旦終わらせたかったという意思を感じる。Y は一問にもやったが、ブサンが一番好きやで。V3 のトイレから図書室に隠しルートあったんだまでは好きや。じゃあいつやんみたいな。V3 は議論スクラムを生み出した功績は忘れてはいけない。1と2にも逆移入して。1でスクラムなんかしたらキリギリさんトガミくんラッシュになってしまうやろ。トガミが敵にいないと成立しないぞ。スクラムの BGM かっこええわ。イントロ部分の盛り上がりは異常。星くんとかいう大御所声優の無駄遣いナンバーワンキャラ。ギャンブルに強いのといきなり1章で反論してきたところしか見どころなし。一番の無駄遣いは緑川さんちゃうか。田中ガンダムが一番わからん。あいついいやつみたいになってるけどただのゴミじゃん。田中はお互い仲間を救おうとした結果犯人になったってのが熱いからわかるけどな。フミダイ人気ないのはかわいそうやけど。これマジでどこ選んでも外れ判定になってイラついたわ。結局どこやったら正解なのかも忘れた。これこの前初めてプレイしたけどネットで言われてるほどそこまで難しくなかった。男女票の割合はわからんけどそうだ上位は納得やな。あいつの相棒感好き。セレスカネが欲しかった。江ノ島に愛されたかった。姉の友達を探してた。塩だけはそういう設定にされてただけかもしれんからただの気違いの方が断然面白いが。小泉真昼久保小林優アッサッシフーン。三大弾丸論破のなキャプター251。他のキャラと違ってガチ殺人鬼のジェノサイダーが味方サイドなのおかしくない。燃える男以外は興味ない。ただの常人やからな。世界滅ぶの不正だり。トガミのためなら完全な良い人になるのは当然や。このシリーズ最大のミスは2のラスボスを江ノ島にしてしまったこと。あれでどこまで行っても江ノ島過去作に縛られるシリーズになってしまった。ナナミほんと可愛かったし、ヒロインムーブ良かったなぁ。ラストほろりと来ちゃった。イクサバムクロが一番可愛いのに投票対象じゃないし、コラボイベントでも女で唯一登場させてもらえない。残念子ちゃん。白金つむぎランク外は草い見た目好みでストーカーしとったからキャラの薄さで黒幕の予想ついちゃったわ。絶対絶望少女やっけ。
苗木妹のやつ面白かったわ。アニメさんで毎週過去と現在の状況が少しずつ明るみになっていく過程は最高に盛り上がったな。なお、ダンロンさんとかいうボクサーのホモバレが一番盛り上がったガチのダサく。宗像黒幕はやはり江ノ島だった。それとこの後俺がお前を狙うホモだとバラされるが気にするなで世界滅びるの回避できた事実。言うて江ノ島に殺されて終わりやろ。アニメさんのジジイの口パク覚えてるやつおるか。あれ必死に考察したのに無意味にされたのはいわ忘れれないからな。モノクマ矢印、畜生モノミ矢印、偶星モノタロウ矢印。地方愛くん、2プレイ前にソニアちゃん真犯人のネタバレを食らってしまう。今まで空気だったキャラが過去語ったりすると色々察するよね。西園寺ここはバカの見本市かな。メイアオリブン、議論が白熱してきた時の BGM 大好き。一の最後の裁判でみんなを説得してって最後のキリギリで BGM 変わるの好きやわ。初見だと不気味な感じの BGM だったのにあそこで流れたら熱い。俺がサントラ CD 買ったのは後にも先にもダンロンにだけ裁判 BGM かっこよすぎ。ミオタの死に様ほんま怖かったなんであそこだけホラー色濃いねん。ほんまくさ。イリュージョンネタ来た時あっこいつここで死ぬんやろうなと思っとったわ。脱出マジックで失敗して死ぬ予想してたわ。 V さんは生き残りキャラが微妙だわ。ナーが生き残っている違和感がすごすぎる。こいつに対する正直な感想。キャラ立ちすぎ便利だし個性強いしそりゃ残れんよ。こいつ人気あんまないって聞いてびっくりしたわ。 Y 一番最初にパンツもらったのに。殺し合い4回目で正常な思考で仲間殺そうとしたイルマってやべえよな。仲間意識ないんか。2はラストも盛り上げ方うまいわ。日向とナナミのダブルそれは違うぞも熱いし。2プレイした時は江ノ島のカリスマでこいつら絶望落ちしたんやなと思ってた。なんやねん絶望アニメって。1の陰鬱な雰囲気が一番好きや。こんな動機で殺人なんか起こらんよな。矢印を切るとかそういう感じ。苗木くん、ここまで言えばわかるわね。日向は平凡な主人公として一番良かった感はあるよな。苗木は平凡詐欺の高メンタルヒーロー属性や。いかがでしたか。このようにこのチャンネルではゲームについてのみんなの反応をまとめていくので、ゲームが大好きな方、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。またね。